弟嫁がわからん。私には年子の弟がいて、三つ上の奥さんと結婚した。弟嫁は私より二つ上という姉なのか妹なのか、ちょっと微妙な感じ。たまに一緒にご飯を食べに行っても、そこは私の弟夫婦ということで 100% こっちがご馳走する形。年に数回くらいのことだから別に気にしてなかったんだけど、これが悪かったらしい。弟嫁は調子出し兄弟姉妹で外食をしたら常に財布を気にしないといけなかったのか、結婚したら旦那の姉夫婦がおごってくれるという快感に似たようなものすら感じてたのかもしれない。明日一緒にコストコ行こうってラインが来たのが一昨日。翌日は旦那が休みだったのもあって、うちも旦那に車出してもらえるから OK、 向こうも車で行くからと現地集合することになった。でもって当日、昨日なぜかカート1台で買い物が進む。うちが買うものも弟嫁が買うものも同じカートにごちゃ混ぜになってるわら。加湿器とか単価が高いものもじゃんじゃんカートに突っ込むわらわら。ここまで来たら旦那も私も苦笑い。そしていざ会計に並ぶと、赤ちゃん連れだった弟嫁がなんかしちゃったかも、だからトイレ行っておむつ見てくるって言って一瞬でいなくなっちゃった。もう旦那と大笑いした。もちろんうちの分だけ会計済ませた。残りは今子供のおむつ取り替えに行ってる人の分だから、後から戻ってきて会計するはずですってレジの人に言って、そこを離れた。弟嫁には息子が帰ってくるから先に帰る、小学校に入学したてで午前中のうちに帰宅する、レジの人には伝えてあるから、弟嫁さんの分はすぐ会計できる状態になってるはず。さっき並んでたレジに行って支払いしてねと LINE して帰ってきた。待って、絶対待っててよとか連投でバンバン返事が来てたけど、今も既読スルー中。直接買ってと言われたわけじゃないし、そんなつもりはなかったと言われたらそれまでだけどさ。当事者にしかわからないあの無言のたかりみたいなのは本当に嫌だ。ざっくり計算だけど、弟嫁がカートに入れてたものだけでおそらく2万オーバーだよ。弟嫁がちゃんと支払いをしたのかはわからないけど、コストコの店員さんには本当に申し訳ないことをしたと思う。です。待ってて意外になんて LINE 来てるのか気になる。報告者。LINE 確認してきた。以下原文まま。お金足りなう。ちょっと、どうしたらよかった？ほんとまずいってば。怒られす。こんな感じのが細切れで来てた。別に返信して欲しそうな内容じゃないと解釈しスルー。お金足りなうが、旦那と私の間でちょっとした流行になってる。まるまる欲しいな。今月は、物入りでお金足りなうだからダメ。みたいな。です。弟嫁が、その後、どうしたか気になるな。報告者。子供の帰宅時間が迫ってたから、急いで帰ったからわからないんだ。ちなみに、弟からも特に連絡なしだから、弟嫁さんあれから大丈夫だった。と聞いてみたい衝動と戦ってるわら。数時間後の書き込み。報告者。何度も出てきてすみません。コストコに弟嫁放置の報告者です。コストコで宝れ未遂されて、弟嫁置いて帰ったことを書いたら、返事来たと旦那に喋ったら、なんと、旦那。私の弟に、この前、うちの嫁さんと弟嫁さんとでコストコ行ったんだけど、俺らは子供の帰りに間に合わないから先帰ってさ。弟嫁さんは子連れだったし、買ったものも多かったけど大丈夫だった？って連絡してしまってた。とりあえず余計なことをするなと締めたけど、単純に純粋に心配になったらしい。顔がマジだったんで嘘ではないような。ひとまず弟の反応を待つしかないです。気になる。続報待ってるよ。さらに数時間後の書き込み。報告者。案に弟嫁にたかられたため、コストコに、放置から、うちの旦那が、私の弟に、弟嫁さん大丈夫か？しちゃって、
どうすんのってなってたものです。続きを気にしてくれる方がいたんでまた出てきました。恥ずかしながら旦那の行動は正解でした。開口一番で、え？うち弟家も子供が生まれていろいろお金がかかるから姉ちゃんがコストコでたくさん好きなもの買いなって弟嫁ちゃんに言ってくれたんでしょ？と来たもんだ。てかむしろ双子を含む子供が3人いて、上の子供が小学生になるタイミングで家建てたうちの方が弟家よりもよっぽど金かかるっての。特別なことも何もない日に弟嫁の欲しいもの、それもかなりの金額分をうちが買ってあげなきゃならないのはなぜ？そもそもなんでうちが弟嫁の望むがママに買い与える必要が？普通に考えておかしいと思わないのか？ってな話を小一時間。ちなみに弟嫁はコストコで買い物をしなかったらしいわら。全部キャンセルとか迷惑かけすぎね。お前の嫁の行動はおかしい。それを聞いて何の疑問も持たないお前も同じくらいろくでなしだ。ふざけんなボケと言って電話を切ってしまった。恥ずかしいわ、旦那に申し訳ないわ。で頭ん中がぐるぐるしてる。もちろん今後弟家には一切何も与えない。そういえばうちは弟家から特に何かいただいたことは全くなかったわ。わら、弟がこんな調子ってことは弟嫁の怒られすは誰から怒られすなのか密かに気になるのはきっと私だけ。わら、なんかどっと疲れたんでビール飲んでさっさと寝てしまおうと思います。